チョッチジャッさあ、もうプロスピエース、はい、やってますけれども、もう追い上げですね、はい、前回10連スカウトやってったじゃないですか、はい、10連やりましたね。で、まあ、狙い定めていったんですけども、うん、まあバレンティン選手、いやこれ残念ながらじゃないですけどね、全然これすごいことめちゃくちゃいいっすよ、バレンティン選手のこの能力、本気モードだから、はい、やる気満々ということで、はい、で、まあ今、やっぱピッチャーが弱いと、はい、やっぱなんだかんだ言うと、そうですね、だからまずやっぱ点を取られないことが大事なんで、はい、またピッチャー狙い撃ちしていこうと、そうですね、思いまして、はい、もう一度、はい、岩隈投手、はい、狙っていきたいと思います。いきましょうよ。誰がいいの、もうだから前もちょっと見ましたけども、あ、エース福留孝介いいな、あ、岩隈エースだ、そうそう、前、前回これ全部エースなの、全部これはエースの中なんだ前見た選手はここが変わってないです、そこも教えないとお前またこすられるぞ、お前そうですね、いや、それだいぶ前から言ってるんですよ、はい、一言多いですよ、はい、ここだこれ岩隈欲しい、あ、いや、狙いましょう、ここは岩隈投手狙いでいきます、今回もこれ来たら、はい、で、この10連ガチャ、はい、これ10連スカウト、10連スカウト行きますか、早速行っちゃいましょう、にこれ2回行けるんですかね、今回これ何エナジー今580あるんで2回分行きます、行きましょう、20連でまず10連目、はい、じゃあ岩隈投手、はい、行きましょう、お願いします。さあ、まあ、大事っすかね、ピッチャーこれ、さあ、わーってなってます、やばい、ここ、さあ確定、まあ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 、まあ、はい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 、はい、まあ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 、キャラクターはさ、はい、四角がいいやん、キャラクターみたいですもんね、キャラクターいうのを、あ、来ましたね、獲得、はい、B だ、 B が岩崎翔、はい、故障治ったのかな、よかった、何だったの、孔明投手、お、ガーシー、お、ガーシー、お、ガンモス、いや、後半来ますから、後半、さあ、ゲレーロ、これ何、わーってなってない、はい、確定じゃないの、これは全部 B なんで、はい、しかもさっきも確定演出出てないです、なんだ B なのか、はい、B あったってしょうがない、で多分炎は出てない、 A は出る、 A 以上は出ると思います、はい、ああこれ次ラストっすね、10連目の、ああ、ディクソンっすね、ディクソン投手の A ランク、ピッチャーピッチャーだけど、ピッチャーピッチャーピッチャー、 S がやっぱ欲しいんですよ、やっちゃすぎだよ、体型を言われるというまさかもうちょっと肉つけた方がいい、もうちょいやっぱり、さあ、ということで10連目ちょっと、はあ、あれでしたけど、いや、やっぱ次ですから、はい、次行きましょう、次、うん、お願いします、ここら辺で分かるの、いや、ここ押してからですね、まあ、あ、これ、ここで、いや、いいっすよ、でもいい感じっす、今いい感じっすよ、いい感じっすよ、本当か、はい、稲妻出たら、あ、カットイン、はぁ、あ、燃えてるよ、いや、まあまあでも、いや、分かんないですよ、ありますよ、ね、まだ分かんないです、藤岡、頼みます、はい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 、はいはい、なんかロックが過ぎてんの、田中康介、はい、調子悪いもんな、バレないもん、まあ S 持ってる、あ、これは違う、それは機能のやつですね、ロック自体のやつ、さあ、6連目 B ばっかり、いやー、ちょっと A も A ですら出ない、あ、おっぽい、おっ、おおおー、A の使えるな、まあまあ A の今のメンツだったら、ギータの A のギータ使えます、まだわかんないですから、まだわかんないですから、 S 欲しい、頼む、あと2人っす、あと2人っす、まあ、ここはここな、うん、お、来た、いいかー、政治が A でもな、いやー、次ラストっすね、ここ、お願いします、お願いします、お、来たー、三浦大輔投手の A ということで、三浦大輔の A も大したことない、いやいや、でもまあ、でも徐々に、そうですね、やっぱ豊さんちにまだ B とかも多いんで、はい、徐々に A 増やしつつ、こう、S をやっぱこう入れていけたら一番いいですね、まずはまあ、これで少しずつね、補強できてるので、そうですね、少しずつ言いましょう、これでボーダーくらいで大輔の A、はい、来たら、はい、で、バレンティンの S もありますね、ディクソン投手、ディクソン、ちょっと優すぎる、あと、小林誠二、ディクソンでヤギみたいになってる、まあ、ちょっと細めですよね、はい、まあ、徐々に上手くなっていくから、あんまり最初から上手いやつがいない、そうなんですよ、慌てるな